まあ、あの担当さんの話によると、まあ、特にあの日本にいるのと変わらないような状況で、初めて遠征した割にはどしっと構えてるというか、ボケっとしてるというか、まあ、もともとそのおとなしい馬で馬体を見ても本当なんかスプリントっていう感じはしないんですけど、本当にあれですね、おとなしい、落ち着いてるますね。フレーム自体が大きい馬なんで、まあ、いわゆる僕らがスプリントだと思うようなそのトモの筋肉だったり肩周りの筋肉っていうのが、まあ、そんなに目立たないというか、まあ、大きい分そのスラッとした感じで、だからまあ当初は距離が持つ馬なのかなと思ってたんですけど、まあ、走らせてみたらとてもすごい高いスプリント能力があったっていう感じですかね。そうですね、まあ、この馬に関しては、まあ、福永騎手すごく気に入ってくれてて、まあ、デビュー当初からすごく走るとは聞いていました。しがらぎの方でもやっぱ乗ってる子たちの評判も良かったんですけど、ただまあ立ち馬とか、まあ、厩舎でチェックとかで歩かしてみる分には、まあ、そこまで目立ってそのすごいこう迫力、まあ、迫力は馬体はあるんですけど、まあ、もっともっとこうとも成長してほしいなっていうところがあった段階での、まあ、今回の制覇なんで、もしかしたらとてつもない馬なのかなっていう感じは受けてます。もともと僕もそのスプリンターステークスのパフォーマンスを見て、やっぱ香港のスプリントに行きたいっていう部分と、あとはまあこの馬は正直今香港だけでなくて他の外国のスプリントレースですごく価値のあるレースっていうのを狙えるんじゃないかっていうぐらいそのポテンシャルを感じてるんで、今後のためにまあ3歳ですけど遠征を経験させることでもっとあの持ってるポテンシャルを引き出せたらなと思っての、まあ今回の遠征っていうのも意味合いとしてはあります。そうですね、まあノーザンの生産馬ね、ここ最近のやっぱりすごいと言われてる G1 馬、まあ、海外遠征をこなすことで精神的に肉体的に成長していってさらなる活躍っていう馬が増えてますし、ね、先週負けてしまいましたけど中和ウィザードだってやっぱり2回目の遠征の時に、まあ、ドバイでしっかり結果も出せましたし、まあ、日本でもやっぱり、ね、成績それなりに出せることができて、リス・グラッシュなんか初めて香港遠征行った時は3日買えば食わなくて、やっぱこういう精神的に弱いインバー連れてきたらダメなのかなと思ってはいましたけど、その後何回か遠征繰り返すうちにもうどこ行っても大丈夫な馬に成長しましたし、まあその精神的な成長とともにやっぱ肉体的な成長、そしてパフォーマンスもアップしていったんで、やっぱりそういう素材に関してはやっぱ可愛い子には旅をさせろじゃないですけど、いろいろ経験させた中でさらなる上の領域に持っていきたいなっていうのはあります。特に最近そういう意識は強いところがありますね。前回のスプリンターズステークスのパフォーマンスを考えればここは勝ち負けできると思いますし、ただまあもともとやっぱ香港もスプリントは強い馬が多いんで、両馬のレステンシアとかも状態良さそうなんで、まあなんとかその中でいい結果出せたらなと思います。やっぱ到着した時はやっぱ落ち着きがちょっとなくて、まあ、ちょっと入れ込んだ感じのところもありました。買い場の方もやっぱりちょっと食べる量が減ってしまいまして、まあ、リスグラスの時よりは全然マシなんですけど、まあそういったような感じですかね。いやまあもともとレイババレ自体その日本でも関東の競馬場とか遠征する際はもう全く食べなくなるみたいなんですよ、買い場の方を。でまあ今回多分調教過程とか輸送を考えると、まあ馬はおそらくすぐ競馬が来るというような認識があるんじゃないかなと思いまして、今はとりあえずまだ競馬じゃないよっていうところで調整しながら馬に理解してもらうような感じで、まあ少しずつ買い馬の方も食べる量増えてますし、感じは良くなってきてるかなと思います。枠が決まり次第だとは思うんですけど、基本的にはまあ世界のトップジョッキーであるスミヨン騎手にお任せしようかなと思ってます。まあ彼昔からね、日本でも短期免許で騎乗してますし、世界中で騎乗してる中で一緒に仕事する時でもやっぱりかなりその研究熱心なんで、その馬に対しての研究とか周りの馬の研究をしっかりした中で、作戦を決めて結果を出してくれる騎手なんで、そこに関しては特におそらく直江さんとも話してますけど指示を出すということはないと思います。
今、香港ジョッキークラブとも協議しているところなんですけど、やっぱりその一応バブル方式の中で、どういった形でそれが可能なのかっていうところで、スミオン騎手自体も木曜日に到着するんで、乗るとしても金曜日の日に、馬場で17、15ぐらいの調教になると思うんですけど、そういったところで感触は確かめてもらいたいなと思ってます。はい、そうですね、今回、香港カップ、ヨーロッパ勢も結構本気なのか、まあ、チャンピオンステークスで2、3着の馬が来てますし、やっぱかなり例年に比べるとレベルが高いのかなと思ってます。まあ、そういった中で、レイバカレ自身、まあ、どういった競馬ができるのかっていうのは非常に楽しみですし、まあ、この馬に関しても、まだ来年1年は現役が残ってますし、まあ、今回の遠征によって、さらに、日本でどういうふうに成長してもらえるかっていうのも楽しみなんで、まあ、そこら辺、見ていただけたらなと思います。そうですね、到着した当初はその乗った騎乗者の話によると、やっぱ腰の方に、友の方にちょっと疲れがあるような感じがあると聞いてまして、ちょっと日本から持って行ってる治療器具をお貸しして、実際ちょっと僕の方では香港ジョッキークラブの許可が下りず、僕の方でちょっと治療するっていうのは不可能だったんで、まあ、その器具をお貸しして、まあ、救務員さんにその機械を使って、まあ、治療してもらったところ、日に日にやっぱその友の感じも良くなってきたというところと聞いてます。アメリカでも馬体重計がないんで、ほとんど測ってなかったらしいんですけど、12月2日時点で、486キロですね。で、香港の春の遠征の時に競馬が478キロなんで、まあ、その時よりは多少増えてるような状態ですかね。ただ、まあ、見た目は特にその細い感じもなく、太い感じもなく、まあ、ちょうどいい感じかなというふうには感じています。レースで言ったら、まあ、オークスの強い勝ち方も、まあ、印象には残ってるんですけど、まあ、その後ちょっと低迷みたいな形で、あんまり結果が出ない時期がありまして、まあ、一般の声ではね、もうなんか終わったからなっていうような感じのところもあったりもしたんですけど、ちょうど、まあ、京都記念の頃から厩舎は良くなってるとは言ってましたけど、まあ、僕、ドバイ遠征一緒に帯同した時に、まあ、ドバイに非常に状態が良くてですね、で、あ、これやっぱ本当にこの前良くなってきたなと思ったんで、まあ、この状態でどれぐらいね、競馬ができるかっていうのがすごく楽しみで見てまして、で、まあ、実際、あの年、クロノジェネシスと、まあ、ほとんど差のない競馬ができてましたんで、ああ、やっぱり、とうとう本物になってきたんだな、この馬っていうのは、すごく印象深いところですかね。ツンとしてますね。ツンデレオのデレはなくて、ツンとしてる馬で、正直、友でも痛めてるところを触るとすると、とてつもない速い蹴りが飛んでくるんで、キムイさんとか、ね、うちのスタッフとかにも、ちょっと触ってくださいって言われると、まあ、正直触るの嫌ですね。ただ、年々それはマシになってきてますし、まあ今回、ね、香港でもちょっと触る機会あって触らせてもらったんですけど、まあ、非常に落ち着いてましたし、以前ほどの速い蹴りはもうないのかなと思ってます。そうですね、一時期本当に友を痛めた時に、まあそのね、どこら辺がっていうのを確認する、触った時とかはちょっと半端ない、あれですね。まあ今でもやっぱり注意、要注意はですね、やっぱり体温測ったりとか、何かしらする、馬房内でするときは、はい、突然切れ出すようなところはあります。まあそういったところが最後のすごい足にもつながってるのかなっていう部分もありますけど、まあ、レステンシャはすごいおっとりしてておとなしくて可愛いんで、どちらかというとそっちの方が触ってたいですね。インターレースっていうのを僕はあまり知らなかったんですけど、前のねリスグラッションの時もそうですけど、まあこういう充実期に入ってる状態なんで、かなりいい状態で走れるんじゃないかなとは思ってます。まあ、この馬のパフォーマンスね、ブリーダーズカップで見ていただいた通り、もう世界の超一流と勝ち負けできる能力なんで、まあ非常に結果が楽しみかなと思ってます。